あのプレーオフ決勝で負けて、もう一回優勝目指して戦える大会があるということで、しっかり準備して、強い気持ちを持って臨みました。どのような作業？自分たちの、強みと改善しなくちゃいけないところをしっかり焦点当てて、あとは東芝がどういうラグビーするかというのをしっかりチームでアジャストしました。今年でいえ、逆に2回勝ってるってことは、油断につながるんじゃないかなと思いましたけど、その心配なくて、ディフェンスとかブレイクダウンで前に出れてたので、我慢、風下の前半我慢すれば後半必ず自分たちの流れになるってことはしっかり思って、強い気持ちを持ってプレーしてました。いや、特にちゃんと自分たちのスタイルを貫けば、得点に結びつくチャンスはいくらでもあるというのが分かってたんで、前半は我慢でした。リベンジの気持ちもありますし、勝っても負けてもシーズン終わりなので、自分たちのやってきたことを全て出し切れるかなと思います。